はい、セブントーキングの竹尾です。このチャンネルでは約7分間、7分以内で、いろんなテーマに沿って話していくんですけども、今回のテーマは最近巷でよく流行ってる、仮想通貨とかのですね、ウォレット案件って言われるもの、ちょっとね、これいろんな言い方あるんですけど、よく言われるのがウォレット案件っていうものですね。で、これどういうものかというと、すごく簡単に言うと、人を紹介してですね、その人がそのウォレット、いわゆる財布ですね、その財布に自分の持ってる仮想通貨、例えばビットコインとかイーサリアムとか、リップルとか XRP とかですね、そういったものを預けると、その預けてる期間ですね、金利が発生するというものです。はい。で、その金利っていうのは、よくですね、僕らの身近にあるもので言うと、銀行の金利、定期預金、定期預金すると、金利もらえますよね。でもめちゃくちゃ低いですけど、ほんと 0.1% もないような、低い金利をもらうことができるんですけども、こういったものが僕らの身近にありますと。で、こういったウォレット案件っていうのは、もっとすごく高い金利がもらえます。もらえますというか、もらえるというふうに説明を受けます。はい。で、よくあるのが、昔でめちゃくちゃ流行ったのが、日利 1% っていうのがすごく流行りました。日利 1% ですね。日利っていうことは、1日 1% 増えます。100万円預けてたら、1日1万円増えるんで、1ヶ月30日だとしたら、1ヶ月で30万円増えるっていうふうな、案件がありました。だから1ヶ月ですね、100万円預けると、翌月の頭には130万になってるっていう感じですね。すごく魅力的じゃないですか、それだけで言うと。で、しかも、さらにですね、これって収入、もらう方法がありまして、僕が例えばその案件をやってて、誰かに紹介して、その方がスタートすると、その方のもらう、その、金利ですね。金利のまたさらに数パーセントがもらえるみたいな。これは、いろんな案件がありまして、その案件によって、もらえるパーセントっていうのは変わります。はい。なので、一概に何パーセント何パーセントって言えないんですけど、昔流行ったのがそういう1日 1%、日利 1% っていうもので、今ってこの第何世代なのか分かんないですけど、最近よく流行ってるのは日利という言い方はもう全くなくてですね、今は月利っていう言い方をするんですが、月利ですね、多いので 3% から 7% とか 10% とかってもらえたりします。で、このウォレット案件にもちょっと面白くて、要は普通にね、ただウォレットにお金を入れていつでも出金できるような状態っていうのでも、そういったパーセントがもらえるんですが、これにロックっていうルールがあって、ロックされる。で、このロックされると、要は日本の普通のね、銀行の定期預金と一緒で、要は1年ロックとか3ヶ月ロックとか、そのロックの間は出金することができません。その代わり高い金利をお支払いしますと。要は高い金利がもらえる、プラスで 1% なのか 2% なのか、それも、多分案件によって違うと思いますけど、そういったものがもらえるという案件があります。で、あなたの周りにも多分やってる人何人かいると思います。今すごく流行ってるんで。はい。で、ただ、僕個人としてはすごくそれはお勧めしません。で、なぜかというと、すごく簡単な話で、日本の銀行ですね、いわゆる金融機関の最大手というか、一番大きなところの銀行がそういった定期預金でそんな大きなパーセントを出せていません。はい。要は 1% とかもない、0.1% もないっていうところですね。で、こういった投資案件の話って、実は銀行とかにもあって、投資信託とか、あとファンドとかっていう言葉を聞いたことあるかわからないですけど、そういったもの、いわゆるプロの、金融機関で働かれてる方がお金運用してくれたりするんですよ。で、そういった、運用案件でもですね、実はその年利 10% とかあったらすごいんですよ。年ですよ。月ではなく年。つまり月利 1% でも、これってすごい案件だなってなるんですね。実際。もちろんありますよ。月利 3% とか 5% で、お金運用している方もいらっしゃいますし、必ずないという話ではないんですけども、こういったですね、いろんな案件で、月利 7%、3% で、ロックをしたら 10% とか 15% とかもらえる案件まであるんですが、普通に考えておかしいんですよね。じゃあなんでそんな、金利を支払うことができるのか。例えば、僕が100万円預けた時に、月利 5% だったら、毎月5万円払ってもらうわけですよ、僕に対して。じゃあなんでそういうことができるのかっていうと、まず一つは、出金されるまで、その人、例えば僕が100万円で105万円、になった時に、105万円全て出金されるまでは、まだこのお金ってこの僕の手元にないわけですよ。つまりその案件のやってる人たちの手元にある。
で、これまあいろんな、まあ、銀行とかの、ね、仕組みも一緒なんですけど、結局銀行とかも、ま、全員の人が全ての預け預金を、出金するってことないじゃないですか。だから成り立ってるっていうのもあるんですが、こういった案件っていうのは特にそういった、ことがあります。まあ、だからロックとかするんですよね。要はみんなに出金されないようにする、要はいかに出金されるようにするかっていうのが彼らのポイントになります。はい、っていうのが一つで、もう一つ、まあ、いろいろ理由はあるんですが、結局さっき話したみたいに出勤できないようにしてるんですよね。そういうロックとかして出勤できなかったら結局、お金、出せないので、まあ、会社にはお金が残りますと、つまり回せますと。でさらにその紹介案件とかでお金が流れてくるのはなぜかというと、要は僕が例えば100万預けてて100万円出勤してない間に、その100万円のうちの何パーセントかを次の人に回したりもできるわけですよ。まあ、いわゆるこれポンジスキームっていうふうに言うんですけど、まあ、ポンジ、自転車操業ですよね。要はこっちから100万円借りたお金を、さらにこっちで100万貸すみたいな、まあ、まあこんな感じでやったりするじゃないですか。自転車操業っていうと思うんですけど、まあ、こういったことが裏で行われている可能性が高いと。そして最後どうなるかというと、もちろんこれ全ての案件ではないんですけども、飛ぶっていう言い方をするんですが、要は連絡がつかないとか、出勤できませんとか、まあね、そういったね、あの最悪のケースに陥って、例えば100万円預けてたもの自体も返ってこないと。その増えた5万とか増えた10万とかだけではなくて、そのもともと預けていたお金自体ももう出勤できなくなってしまう。こういったことが、周りでも結構多く起きてます。はい、なので、まあ、一応その警告ではないんですけども、やっぱ注意した方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的にも思ってまして、僕の周りでもね、そういった被害を受けている方がいらっしゃるんで、一応一回動画にしておこうかなと思いました。なので、そういったね、大きな金利を支払われるとかっていうようなサービス、まあ、周りからね話来るかもしれませんが、一度立ち止まってですね、どうした方がいいのかっていうのはしっかりと考えられた方がいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ気をつけてください。